カヌマ市民バスなお、この車両は、関東自動車宇都宮営業所在席で、宇都宮市、コミュニティバス、宮バス用車両である。カヌマ市民バス、カヌマ市民バスとは、栃木県カヌマ市が運行をしている、道市内各地を結ぶバスである。愛称ありバス。カヌマ市阿波野地区を含め、山間部を結ぶ区間や、かつて一般路線バスが運行されていた。 市南東部の郊外地区を結ぶ路線が多い。一部路線は日光市おころ川地区を運行する。リーバスの運行は1998年に関東自動車が運行していた上、小賀の線が廃止されたことによる代替運行が始まりである。当初の運賃は全線300円均一であった。その後、2000年に廃止代替バスとして、 関東自動車に運行委託していた3路線を、リーバス化。この時に、現在の運賃制度となる区間制を導入し、上、小賀野線にも適用する。2006年、阿波野町との合併を機に、阿波野町 A バスの路線を引き継ぎ、市民バス、リーバスとして、新、鹿沼市が、運行主体に、旧阿波野町 A バス路線の運賃も他の、リーバス路線と同様の区間制となり、 現在に至る。なお、実際の運行は、市から運行を委託された地元バス会社、タクシー会社が行っている。幾度の路線再編を経て、デマンド方式の予約バスに再移行した地域もある。リーバスが運行されている、四北西部の菊沢、板2方面、南部の南吉原方面、阿波の畜山幹部にも日中は予約バスが運行されており、これらの地域では、 リーバスの運行は主に朝夕のみとなっている。市が各運行会社に補助金を出して委託し、割安の運賃で運行している。ほとんどの路線では、区間性運賃を採用しており、1区間は100円、2区間は200円、3区間は300円と上がっていくシステムである。最高運賃額は、5区間乗車の500円。街中線は、全線100円。 距離性運賃制のフルミネゲニ線は約 7.5km を1区間とし、1区間100円の運賃から距離に応じて100円ずつ加算。最高運賃額は400円である。フルミネゲン線は運賃支払いに際して現金のほか、共通バスカードも使用できるが他路線は現金もしくはリーバス専用回数券での支払いとなる。路線名に続いてされているのは 運行を受託しているバスタクシー会社。過去に運行していた路線は以下の通り。2013年4月1日予約バス停時便化に伴い廃止。旧阿波の町民バス路線。2011年11月1日運行形態の大幅見直しを実施。新たに街中線へ継承。2011年11月1日運行形態の大幅見直しを実施。 新たに町中線へ継承。2011年11月1日、予約バス化に伴い廃止。2011年5月1日、予約バス完全移行に伴い廃止。旧阿波の町民バス路線。2010年11月1日、運行区間を変更。南吉原地区と北欧原地区の一部をオンデマンド路線化。新たに南吉原線へ継承。 2010年11月1日に廃止。2010年11月1日、運行区間を変更。北欧原地区、上奈良部町、下奈良部町、日光奈良部町の一部をオンデマンド路線化、公設市場線へ継承。2010年11月1日、運行区間を変更。北欧原地区、上奈良部町、下奈良部町。 日光奈良部町の一部を、オンデマンド路線か、鹿沼南高校線へ継承。2010年11月1日、長野地区を、オンデマンド路線か、長野予習平線へ継承。2020年10月1日、お買い物バスに、再編2020年10月1日改正で、大門宿から、朝日町の区間変更やお見売新聞土地議番、カヌ市へ。 リーバス路線拡大、5月から、民間撤退の3路線加え2000年4月17日、ABCDEFGH 新、カヌマ塾は、営業時間内のみ経由をザクさん東大アシ、コミュニティセンター入り口間は、フリー乗降区間おころ川森崎大成橋間は、フリージョ乗降区間、ABCDEFGH カヌマ営業所が、担当2021年9月までは平和タクシーが、運行。 運転免許センターカヌマの神経外科館は、フリー乗航空間午前10時から午後3時台、及び、下り最終便は、カボクセンターマイナス新、カヌマ宿館のみの運行 ABCD アワーの、営業所が担当以前は、愛 k 観光が運行、南馬保育園入り口、大倉本田全館は、フリー乗航空間新、カヌマ宿と、JR カヌマ駅。 東部新幹沼駅は経由しない小峰原神社、下沢大関橋間は、フリー乗降区間山の神から、口淡の車庫間は、フリー乗降区間 AB 朝夕のみ運行、日中は予約バスが運行される。上5月、小金沢山は、フリー乗降区間希望の家、オレンジホーム入り口間は、フリー乗降区間公設市場、藤江コミュニティセンター公設市場間は、 フリージョ上高区間南上野町、藤江コミュニティセンター公設市場館は、フリージョ上高区間公設市場、南上野町南館は、フリージョ上高区間鹿沼農業高校が、休校日などの時は運休。長野四平岩花館は、フリージョ上高区間長野四平、星野温武山入口館は、フリージョ上高区間、星野温武山入口岩花館は、フリージョ上高区間新。 カヌマ塾発着は、営業時間内のみ、営業時間外は、中町発着運転免許センター、池田農神経外科館は、フリー上航区館、リーバスダイヤ改正等のお知らせカヌマ氏。ありがとうございます。